ヨーロッパでの新型コロナウイルスの新たな感染確認者数の1日の増加が各国で過去最大レベルとなっていまして様々な政策、対策が取られる中感染拡大はむしろ激化しています。イタリアでは3月15日の1日の感染確認者数が3590人となり過去最大になり他にも スペイン1452人増、ドイツ1214人増、スイス842人増、などとなっていて、指数関数的な増加に歯止めがかかっていません。ヨーロッパの感染確認者数の増加の様子は、どの国もほぼ同じようなグラフを描いていまして、ある時点からコントロールが効かないような状態で増えるということになっています。 米ニューヨークに拠点を置く、反共産主義的な報道機関である、エポックタイムズは、2月27日に、中国の実際の感染者数は公表されている、52倍だという政府文書を入手という記事を発表しています。例えばですが、実際の数値の50倍というようなことから考えますと、現在の中国の感染者数は公表値が約8万人ですので、 この50倍多いとなれば、400万人くらいが感染しているという計算もできます。ヨーロッパでの感染拡大の様相を見ていますと、このような数百万というような数値も、それほど違和感はなく感じる部分もあります。そして、アメリカとヨーロッパの現在の社会の停止状態が、いつまで続くのかということは気になります。 取り返しのつかないことにならなければいいですが。